県立八重東高等学校、県立八重西高等学校では2校連携による文化祭ステージアートライブを行っています。CG、演奏、ダンス、そしてファッションショーなどのパフォーマンスを組み合わせた映像メディア表現の新しい試み、それがアートライブです。文化祭公演に向けて1年前から準備が始まります。学年、クラスを超えて有志を募って活動しています。そして迎えた文化祭当日、アートライブ05ときわでは、共存というテーマのもと、竹取物語のかぐや姫をモチーフとし、壮大なスケールで平和へのメッセージを込めました。にわたる文化祭のステージは常に超満員、大成功となりました。アートライブを成功させるにあたって最も大変だったのは各スタッフとのコミュニケーションです。もともと美術系の生徒たちは一人で作業するということが多いので、大勢で一つのものを作り上げるということは貴重な体験となりました。泣きそうでした。すごい。今年の組織力がすごい。だからそのおかげはやっぱりね、まあもちろんみんなの力もそうだけど、このなんかこう言いづらいことをガンガン言うと思うか。もう普通ならね、あんまりこうね、言いたくないんだけど言わなきゃいけない。その責任感が素晴らしい。で今回泣かせる、お客さんを泣かせる目的だったけど、僕が一番泣いてた。かわいい。で、また怖い声みたいな言い方なんですけど、本当眠れない日が続いて、みんなも辛かったけど、ここまでできてすごく嬉しいです。ありがとう。生徒が一丸となって作り上げたアートライブ、日々進化する新しい技術を取り入れながら、生徒たちの表現はますます進化していきます。神奈川県の公立学校では特色ある教育が行われています。学校が自ら撮影した教育活動のビデオを番組として編集し、神奈川県の学校教育の今を知っていただくために制作しました。